ニューズウィークではこの韓国のさ、セクハラね、ソウル市長の自殺、はい、これはやっぱりその文政権には相当な痛手だというのは、うん、要するにその前にですね、はい、普段の市長 もやっぱりはい、セクハラで出てますよ ね、はい、そう東京と大阪のさ、はい、都知事市長がなんかセクハラではい、そうですね。やめちゃった。そういう話だからね、そういうこれ。感じですよね、はい。韓国では。そうですね。で、これ、選挙が来年の4月に行われるわけだけど、はい。そうすると、その次の年には、ムン・ジェイン大統領の大統領選があるわけで、それに対する影響が非常に大きいと。はい、うん。さらに、中西南道の知事だったアン・ビジョンが、元首相への性的暴行で懲役3年6ヶ月。うん。景気道のジェミン・イザイメイ知事が18年の知事選で公職選挙法が定める虚偽事実公表罪を犯したとして起訴された。うん、慶尚南道のキム・ギョンス知事は17年の大統領選で現職のムン・ジェイン陣営の幹部を務めたとき、ネット上の世論操作に関与したとして19年に一審で懲役12年の実刑判決。はい、要するに、共に民主党のムン・ジェイン派の共に民主党のですね、幹部がですね、はい、うん、続々やられてるわけですね、これ。はい、そうですね、うん、ネット上では共に痴漢民主党、共に民主党では共に痴漢民主党と言われているんですけどね、はい、まあ、だからこれその、はい、ムンジェインの支持率も 10% くらい下がっちゃいましたから、はい、そうですね、これ次は安泰だと言われてたんだけど、うん、ちょっと分かんなくなりましたね、これ。そうですね、これは、うん、なんか日本も元民主党って結構セクハラ的なやつが多いじゃないですか。いますよね。この間の高井のね、はい、まあ、ね、コロナの時に行っちゃったとか、はい、あとその、はい、葛飾、とかね、秋吉とかも、はい、青山ですね、はい、はいはい、青山って言われた、青山とかもそうですし、はい、なんか、民主党って韓国も日本も同じ感じがしますね。何なんですかね、これね。はい。あと、あれですね、うん、米山ですね。はい。ああ、米山さんね。ハッピー米山ですね。うん、今度もなんか、衆院選に出ると言ってますよね、はい。出ると言ってますね。はい。うん、室井と結婚しましたからね。うん、はい、よく結婚しましたね。そうですね。どっちもどっちもどっちですね。はい。お似合いでしたけどね。はい、うん、そういう意味では。はい。ニュースウィーク頑張ってるんですよ、なかなか。はい。そうですね。はい、いや、今週のニュースウィークは、もう、いいですね。本当に読んでほしいな、ね。だから面白かったですね。そうですね。はい。でも、ニュースウィークがね、はい、最近、和田君気がついたかどうかわかんないけど、はい、定期購読募集のハガキを挟み込んでたんですよ。はい、はい、はい。前は、ね、しばらく前まで。はい、あれやめちゃったんですよ。あ、今なかったでしたっけ？ないんですよ。あれはもう、めんどくさいっちゃめんどくさいんですけどね、はい、定期って、はい。まあ、そうですね。だけど、はい、その、結局、ニュースウィークは ABC でも、その、実売2万台ですから、はい、うん、そうするとやっぱりあらゆるハガキも挟み込むのお金かかりますからね、はい、そういうところもちょっと節約始まったのかなと、あ、まあ、こういうふうに思ってるんですけど、はい、せっかくこの素晴らしい雑誌なんで頑張ってるんだよね、はい、そうですね、まずスマホで見るとか、うん、スマホで、うん、注文が来るというふうに思って、うん、ハガキ入れないようにね、そういうハガキであんまり効果がなってんでしょうけど、ね、そうですね、はい、このニュースウィーク読むぐらいの人ですから、うん、やっぱちょっとスマホが使いこなせるだろうということで、そうそうそう、ハガキなんか書かないだろうということだと思うんですよ、うん、けれども、そういう面もあると思いますよね、はい、だけどもっとこれ、ね、ネットでもね、そんなに多くは見られてないんだよ、はい、文春オンラインとかあれほどは見られてないんだよね。ああ、なるほど、そうなんですか。だからもっと、はい、ネットでも読んでほしいですね、はい。僕は結構見てるんですけど、ネットでも。うん、はい、そうですね。面白いですよね。はい、日本 の週刊誌が扱わないような国際的なことをやってますからね、はい。ためになりますよね。はい、あとはですね、はい、週刊新潮文春で三浦春馬、はい、そうですね、はい、もう自殺をやってまして問題です、ね、これはまあ気の毒としてしかないんだけどね、はい、自殺の原因をあれこれ言っても分かんないですからね、これ本人しか、そうですね、分かんないですね、うん、なかなかその僕なんかはそんなに詳しく知らなかったけど、はい、いい青年だったらしいじゃないですか、役者としてもね、そうですね、嘱望されてたっていうんで、はい、こんなを隠して自殺ちょっと、ちょっともったいないなと思いますけど、ね。もったいないですね。本当に。うん、なんか、書いてあること読むとすごくいい青年ですよね。そうですね。本当に。仕事に一生懸命で、はい、自分の演技がまだまだだっていうことを自覚してたりとかね。はい。
いや、本当に真面目だったんですね。永遠のゼロにも出てたんですよ。百田さん。ああ、そうです。そうですよね。はい、そうそう、はい。なんか、ロシアですごく人気があって。あ、そうですか。ロシアで、こうなんか、その、なんていうか、自殺したっていうことが非常に、悲しみを持って迎えられてるという記事が。あ、そうなんですか。関係出てました。なんかその、ドラマとか、そういうの、映画とかやったんですかね。やったんでしょうね、きっと。そうですね。ハンサムボーイだよね。はい。お母さんも一生懸命ね、はい、育ててくれて、お母さんのことも大事にしてたらしいんだけどな。はい。ちょっと残念ですね。そうですね。